太陽光パネルの裏側に接続のボックスがありますので、ここをドライバーで外していきます。するとこのような形で、こっちがプラス、こっちがマイナスで、この電線をつなげていく作業をしていきます。そんなに長く切らない方がいいです。ここは、電線を入れていって二股に分けていくんですけど、8センチぐらい隙間を出してあげる感じですね。ここに 0.751 とか 1.5 とか、メモリが打ってますので、合わせてあげてグッと抜くと線が向かっていきます。ここでも露出ができました。はい、白の線と黒の線があるんですけれども、黒の線がマイナス、白の線がプラスです。逆に繋いだらやっぱり壊れるんですかね、バッテリーが。交流と違って、直流の場合は、絶対にマイナスとプラスを間違えないでください。はい、これ気をつけてください。はい、これがインバーターと受放電コントローラーをつなげるケーブルになります。プラスとマイナスを間違えないように突っ込んで締める、抜けないようにしっかりと締めてください。このインバーターですね、端子がついてますので、これまず緩めて外してあげる。で、外したところに戻して下げる。繋がりました。簡単です。それからこの赤の線と、黒の線をコントローラーの方に貼っていきます。電気のマークがついてここに差し込んでいきます。赤がプラス、黒がプラス。それから次にバッテリーを、コントローラーにつなげていきます。これも簡単、緩めて赤がプラスで黒がプラス。実はこれでもう出来上がりなんですよ。それでバッテリーにつなげるときの注意点なんですけれども、プラスからつけてマイナス、マイナスから外してプラスっていうのは気をつけてください。もうこれで早速システム動いてます。今ここに 12.5V って出てるんですけど、これが今のそのバッテリーの電圧ですね。今だいたい 70% ぐらい残量があります。日陰なんですけれども、光は当たって、太陽光は当たってるので 311A ですね。して今充電をしているっていう状況です。実際にじゃあ家電製品これで本当に動くのかっていうのを試してみたいなというふうに思います。